今年のファーの傾向は全体的なファーっていうものじゃなくて部分ファーがやっぱり多いんです。とっても部分ファーってことによってこう軽やかさが生まれるっていうか、まあ、スポーティーさっていうんですかね。あとはファーだけの知恵、まあ、ベストですよね、まあ、恐れがないタイプとかそういうこうファーの分量をちょっとこう減らした感じのファーの着こなしっていうのが傾向的に多いと思います。これもやっぱりあの前のセンターにこうファーがついてて、それで後ろは全く違うデザインになってて、こう前と後ろのこうファーの部分使いの違いっていうのがあのよりこう楽しめて、あのとっても素敵なコートだと思います。まあ、着こなしとしては、まあ、今回はちょっとグレーのワントーンにしてちょっとこうなんかエレガントな着こなしにしてみました。このスタイルは本当にもう今年私はすごくおすすめです。この頃やっぱりスニーカーを履いてこうやっぱりちょっと緩いパンツを履いてこういうファーのジルを着て活動的に過ごしたい、まあ、これこそもうこのまんま愛犬の散歩に行ったり旅行に行ったりシーンがすごく広がるファーのジルだと思うので、こういうスタイルが、まあ、今年らしいかなっていう感じでコーディネートしていきたい。